さあ競争水面上第6レースダブル準優前半1つ目が始まりました。4番の大橋純一郎が本番でも分の悪いピットアウトということになってきましたが、5番の松田、このその本番レースは大橋をかわしていきました。1,2,3 そして5,4,6で今待機行動が進んでいます。戦っているのは1号艇が関口智久、2号艇白井智春、3号艇久保田義弘、4号艇大橋純一郎、5号艇松田太一郎、6号艇大野義明です。さあそのままの体勢からホームへと6選手が移り始めます。ここまで今節メンバー中最多の4勝をマークしての登場です。1号艇関口智久の引戦、そして2コースに2号艇白井智春と埼玉勢続きます。今日も展示トップタイムはこの人3番久保田義弘、3コースです。本番レース4コース角1には5号艇松田太一郎がおります。その他5コースに回っております4番大橋純一郎、今節予選首位通過、6コースには6号艇大野義明です。まずはこの6名によって本日の注目カードが行われています。第6レースダブル準優勝戦前半1つ目です。コースラインから 1,2,3 ダッシュが 5,4,6 です。あとが切られました。ちょっと壁がなさそうな1番関口ですが、まずは1マーク、3番の久保田がまくり出しを狙っていきますが、1番の関口が押し切っていきますか。3番の久保田も粘り強い追走を見せたいところではありますが、中間地点は関口です。スタートは前提正常、これを追っていく3番久保田か、外からは5番の松田の外前、そして2番の白井や、そのうちには6号艇の大野の姿も、6番大野小回りで懐を2番の白井、真ん中を5番の松田、外目運んで3番久保田、ホームへ戻りますが、3号艇の久保田か6号艇大野か5号艇松田かに、まだまだ2番の白井や4番大橋もインサイドのコースからこの2番争いです。4号艇の大橋がまず回って逃げる5番松田に6番大野、そして小さく2番の白井が気を伺いますが、この懐には3番久保田も詰め寄っていきます。ただこの2番手争いからはバックはリードを取っています。5番の松田が抜け出して、今度3番手争いは中枠勢優勢に2周2マークです。3号艇久保田が回って4番の大橋が握って、小回り6番大野を誘うと2番の白井では、ホーム4番の大橋純一郎単独上がって3番手あと1周です。体勢が1番5番4番その後方で3番久保田、あとは2662ラップで最後の1マークです。先頭から1番関口、5番の松田、4番の大橋の順で回ってバックです。体勢に変動はありません。先頭構想は1号艇の関口智久、これを追っての5番の松田、4番大橋純一郎の順となっています。さあ最終コーナーの旋回に入っていくのは人気に応えての闘争関口です。そして松田、あとは大橋の順、変わることなく間もなくゴールです。第6レース先頭から1番関口、5番松田、4番大橋で合輪、後方3番6番2番で合輪です。以上第6レースダブル準優勝戦前半1つ目でした。